2010年11月23日のニュースです。大根おろし勝手に食べた。82歳父が包丁を振り回す。冷蔵庫の中にあった大根おろしを娘が勝手に食べたと立腹し、長女を包丁で殺害しようとしたとして、兵庫県網干署は22日、姫路市網干区浜田、無職粟田富男容疑者82歳を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。粟田容疑者は、包丁は脅かすために振り回したとして容疑を否認しているという。発表によると、粟田容疑者は22日午前10時40分ごろ、自宅で刃渡り42センチの包丁を振り回し、55歳長女無職を殺害しようとした疑い、長女も近くにあった長さ約1メートルの杖を振り回して逃げたため怪我はなかった。粟田容疑者の妻78歳が110番し、署員が粟田容疑者を取り押さえた。ニュースをお伝えしました。